こんにちは、ダンサーの内藤です。ではですね、総集編としましてと言いますか、踊り方のコツというようなものですね、少しご説明申し上げたいと思います。これはもういろんな種類のダンス全て共通なことですね、簡単に、説明したいと思います。本当にこれはですね、もう、プロフェッショナルのコツと言いますかですね、非常に重要なことですね。まず第1番目は、普通にこう道を歩くような時ですね。これがもう一番のモデルといいますか、もうダンスの時も全くそのままにすれば、いいので、とにかく普通に歩く時のように振る舞うということですが、こういうふうに説明してもですね、あまりピンときません。もうちょっと具体的に言いますと、大体ですね、下半身力、前も少し別のところで説明しましたけれども、下半身、足ですね、大体セットというのはこういう足でこうしますので ね、なので足は非常にしっかり使いたい、強くして力を入れます。しかししなやかに、敏捷にですね、動く。なので、大体下半身力の入れ具合、エネルギーの、その出し方、そういうのも7割ですね。それに対して上半身はそんなに力を入れずにですね、3割上に乗っているだけにしますね。でも手のアクションとかですね、いろいろ結構なアクションをね、しますので、ね、結構なアクションを、上半身でもしますけれども、そうすると力が入ってしまいますが、大体下半身は、喫茶店で、ウェイトレスの人が持ってくる、コーヒーが持っているお盆ですね、台、もしくは台車ですね、台、お盆ですね。で、上半身が、コーヒーカップと、こういうふうに思っていただければですね、下半身の台の上に、上半身は軽く安定して乗っているので、上半身は中が空洞ですね、軽いプラスチックの人形のようなものですね。なので下半身でしっかりこう、ね、バランスを、取って、上半身は軽く乗せておくというふうになるといいわけですけども、何かしようとするときにやはり上半身の方が、先走ってしまったり重くなってしまうと伸びたりしますですね。なのでこういうふうに説明すれば少し、分かっていただけると思いますけども、いつも下半身の台をしっかりね、イメージとしてはこんなふうに思考を踏むような感じでね、そして上半身は、軽く、踊るということですね。あまり大きい動きといいますか、その、いつも下半身に、乗っている感じですね。こういうようなところもですね、こういうようなところもですね、やはり下半身もしっかりどっしりした状態で、ね、パッ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 、最初のフォールオフザロングですね、こういうところですね、どうしても上の方に負けてしまう、上の方が行ってしまうと、ね、こう飲めた感じになってしまう、足が弱いとですね、やはり飲めたような感じになって、なんとなく、ね、バランスが悪くなってしまうので、上半身はあまりこう移動させないようにしますね、そこにいるだけにしますね、そこに置いておくだけにします。パッ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 、そうね、軽く置いておくだけに、置いておくだけにしますね。後半の方にもいろいろなステップがね、ありますですね。例えば、将棋ジョージが終わってですね、そして8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2、こういうところも歩く時のようにですね、楽に動かせるようにしますね。上の方が力が入ってしまうと、上の方からこう突っ込む、一番悪いのは上の方に力が入って足の方が、弱くなることですね。上の方のアクションをしようと思って足がちっちゃいとね、あまりよくありませんので、いつもですね、下半身の方を活性化させて、するように、こういうことが非常に重要なことですね。下半身の力の入れ方、
エネルギーの密度が7、上半身は3で、動くということですね。では2つ目ですね、2つ目はですね、どういうことを気をつけたらいいかというと、これは、当然といえば当然ですけれども、それぞれのですね、アクション、それぞれの足型のアクションをですね、正確に、するということですね。これは自分ではなかなかわからないので、鏡に映したり、他の人ですね、コーチとか、先輩に見てもらうわけですね、例えば僕なんかもそうですけど、ショーティージョージというアクションをするとしますよね。こういうふうにね、ショーティージョージをしようとしますが、そうすると例えばヒッチ、例えばヒッチときます。ヒッチに8と走ってた時にですね、4、5、6、7で、このキックボールチェンジの次の動作にどうしても意識がいるので、肘がおろそかになってしまうということもありますね。肘もしっかりそのアクションをしてからタッタッタッ、それから、先ほども出てまいりましたが、ホース、とかシューシャインというのが最初にありますね、こういうふうに、ランジをして、こういうところもそうですね、足がこうなってしまったりとか、ね、しないようにしっかり隅々まで意識するということです ね。そしてバッバッバッ、右膝が曲がっているか、そして左足、こうヒールとかにちゃんとなっていることかね。簡単に言えばダンスが、よく見える、私もですね、いろんな人を教えたり、いろんな人を見ておりますとですね、あまりやったことないけども、なんとなくその動きのセンスの、すごくいい方、それから練習してるんだけども、なんとなくこうよく見えない、なんとなくセンス悪いなみたいな人がいるわけですけれども、その一番大きいあれはですね、やはり先ほど説明した歩く時のような力の配分になってないと、なんかこうギクシャクした感じ、関節の周りが悪い人形のようなですね、そういう感じに見えたり、切れ味がないとかですね、なので今二つ目に言うと、動作を正確にするということが非常に大切なことですね、それぞれのステップの動作を非常に正確にする。先ほどもしましたけども、こういうようなね時もちゃんとこの骨なしでしっかり立って、まずはほぼ足を曲げます。それから伸ばしながらこう、ニースラップということもありますけれども、そういうステップもありますけれどもね、曲げ傾向をちゃんとする。そしてワン、タッツー、しっかりアンドツーアクションですね。そしてこちらを向いて、でちゃんとタッ、ね、こっちの腕を上げるなら上げる、バッ、そしてダッダッ、ね、こちらに行ってたたく、一拍待ってバッバッ、いうふうにアクションをしっかりするということですね。先ほどちょっと言いかけましたけども、ダンスのものだということはですね、自分の体をしっかり、今、その部分が、そのパーツがですね、どうなってるかをしっかり把握するということなんですね。例えばこういうような形をしたときに、少なくともですね、頭、右腕、左腕、右足、左足、胴体がどういうふうになってるか、しっかり把握しておくということですね。例えばこういうふうにしたときに、右足は曲がっているか、左足は伸びているか、そして例えばですけど、こういう形をしたら左腕前、右腕は後ろにあるか、で頭はどの位置にあるか、まっすぐか少し傾いているか、胴体はまっすぐか少しこういうふうに前に傾いているか、そういうことをしっかり管理しておく、把握しておくということですね。似たようなことをやってもこういうふうにしていると、ここが曲がって弱い形に見えるとか、そういうことが、ありますね。先ほどのこういうのもそうですね、こちらの足が曲がってしまってて、なんとなくこうちょっと滑稽な形になってしまったりとかね、ここのところはしかしある意味ちょっとこうなんとなくコミカルな動きをするような場所でもあるので、ね、それはそれで構わないと思いますが、これが大体2つ目の、当然ですけど動作を正確にするということですね。余分な動作が加わってきたり、正確な動作がなされてなかったりとかね、またいろんな別の機会もたくさん説明したいと思います。では3つ目ですね。3つ目はですね、細かいコツがいろいろあるわけですけども、
その一つはですね、これはちょっと理解しにくいアイデアかもしれませんが説明していきますね。特にこのですね、ディプシードゥードゥで踊るとですね、このトランキードゥというのは非常にもう早いですね。私も専門ではありませんのでね、ちょっと非常に苦労します。本当にね、かっこ悪いところも何かしらありますけどね。もう皆さんも、ですから、この映像でも説明しているようにですね、必ずしもこの曲でするのではなくて、もっと、ゆったり遅い曲とかですね、それからこれはですね、若い人のみじゃなくて、リンディ・ホッパーのみじゃなくて、もっとね、なんか PTA のサークルとかですね、ママさんバレーの、そういう年齢のね、高いような、商店街のフェスティバルみたいな時でもね、このまま立派なジャズダンスの一つのルーティンですから、やってほしいと思いますが、そういう時にいきなりこのディプシードゥードゥで踊ったらね、ちょっととてもじゃないけど踊れないと思いますので、初級とか中級の人が多いとね、踊れないと思いますので、もっと遅い、本当にね、盆踊り調でこれをやってもらってもいいと思うんですけどね、ただ皆さんはですね、若い方はすごく早いにもなれると思いますが、そういう時にですね、どういうことを気をつけたらいいか、特に早い、ね、ジタバクストールもかなり早いので大変です。でそういう時はですね、まあ、物理的なことですけども、重心、まあ、体の中心といってもですね、こうおへそと おへその背中の方ですね、これの間に、まあそうですね、野球のボールぐらいのボールがちょっと埋めてある、ね、おへその奥の方にですね、大体そこは体の重心、重みの中心ですね、重みの中心と思ってもいいし、まあ、広い意味で、中心と思ってもいいですが、そこに大体こういろんなエネルギーが溜まっていたり、正多関連といったりすることもありますね。で、その重心をですね、あまり移動させないように動くときにします。どういうことかちょっとピンとこないかもしれませんが、例えば一番最初のね、さっきから何回も言ってますが、こういうステップをするときにですね、例えばこれをあまり大きいアクションをしてしまうと、今重心がちょっと持ち上がって、次にこの時に低くなって、また持ち上がって、低くなって、で前に出てって、低くなって、低くなって、で また、そうするとこの重心というのはこうなったり、こうなったり、こういうふうに動くわけですね。で今度はそれをですね、なるべく高さを変えない、位置も変えないようにして、しますと、こういう動作をするで次にこうすれば重心はかなり高くはなりますが、喜んでこの、高い低いを作るんではなくて、ほとんどその場所に、ね、重心はここですよね。だからこれがほとんどこの場所にあるように、すればですね、非常に合理的ですね。重心というのは体のこう奥胴体のところにありますから、胴体を速く何かこう動かすということは非常に不合理なわけですね。だから どういうような、ね、踊りのパターンをするにしてもですね、重心というのはあまり移動させないようにしますね。特に速い曲に合わせて踊る場合はそういうことを考えるといいですね。まあ遅い曲の場合は多少移動しても、大丈夫だと思います。でそれでですね、結局重心を移動させないで踊れば結果的に動きが安定するので、結構、ね、重心も先ほどの話にあったお盆の上に、まあ、そのコーヒーカップが乗っているというような状態で、安定した状態で重心自体も運ばれることになりますから、これもかなりね、あれですね、いい感じになると思いますね。今日しました、今日じゃないな最後の方ね、しました、こういうマンゴーステップなんかもですね、重心はここに置いて、そしてパドルターンも重心はここにね、置いておく、こういうとこをするときも、重心はあまりね、喜んでこういうふうですね、ね、いってしまうと重心がこう、ボンボンこう跳ねるような状態になってしまいますよね。それからまあ今これ3つ目ですね、3つ目の最初に速い曲であるならば重心はほとんどね、そこに、動かさないようにするということを言いましたが、また今度は全く別のことで細かいコツですね、3のその2みたいな感じですけども、これはですね、体を切るということですね、まあ通常適切な言葉はないので切ると言ったりしますけど、切るというのはこのカットするわけではないんですけども、
まあ、風を切るというかですね、素早くパッと、ね、こういうふうにこう動かすというようなことを言うわけですね。どうしても一生懸命やろうとすると力が入ってしまいますので、例えばこういう、ね、バッバッとか、またはこういうのもそうですけれども、力を入れたままだと重い感じになりますので、何か形を取るときに瞬間的にですね、まあ先ほど言いました3割ぐらいのもの、下半身を長くすると上半身は3ぐらいとこういうふうにまあ言いましたけれども、上半身自体、まあ例えば普通に歩くときというのは別に何も必要がないので力を入れてませんね、ほとんどの力を入れてません、リラックスした状態ですね。なのでこの時もほとんどリラックスした状態にしておきますね。そして例えばここでキックボールチェンジをしてバッとこういくときに、最後のここだけは例えばこういうふうに力をね、こういうふうに力を入れて決めたいというときには抜いておいてこう入れるような、こういうことをするとですね、これはかなりプロフェッショナルなことなので、かなり練習しないとできない面もありますが、イメージが分かれば早いですね。だからこう来て、そしてまたこう、とこういうふうに、ね、全身をそこで緩めておいて、と力をこう入れると、こういうことですね。まあ、こんなようなことを考えるとですね、考えたらですね、これはまあ言葉で聞いただけではちょっと分からないので、まあ、多少できる人とか、うまそうな人もですね、そういうことを尋ねてみるときですね、一応3つ、ヒントを、ね、差し上げました。では頑張って、これをしっかりね、皆さん踊れるようにしたいと思います。